こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1963年に起こった吉野部ちゃん事件、吉野部ちゃん誘拐事件とも言われてますけど、こちらのお話をします。これツイッターでリクエストいただきました、ありがとうございます。昭和最大の誘拐事件と言われる吉野部ちゃん事件、声がキーワードというふうに言われてます。犯人の声がですね、この被害者遺族の起点によってですね、録音されてまして、それが今でも YouTube とかにいっぱい残ったりしてます。でさらにはこの事件の解決に大きくこの録音した声が、キーワードになったというふうにも言われています。で、もう一つはですね、身代金の受け渡しが実際に行われた数少ない誘拐事件の一つだというふうに言われています。で事件自体はですね、1963年の3月に、東京の、入谷南公園という公園で遊んでいた4歳の吉野部ちゃんが、犯人の小原保つ当時30歳の男に誘拐されました。でその後被害者の家には犯人から身代金50万円を要求する電話がかかってきまして、この身代金の受け渡しが警察のミスによって行われて、犯人に身代金が渡ってしまいます。でその後犯人小原は逃亡しまして、警察は捜査を進めて小原を3回、逮捕して取り調べを行うんですけれども、なかなか口を割らず、最終的に2年3ヶ月経ってですね、この時最後に出てきたのが平塚八兵衛という、名刑事と言われた人が、この小原保つを落として自白させて、事件解決に導いた。で、吉野部ちゃんは、遺体で発見され、で、小原保つは死刑の判決が下されたという、そんな事件なんですね。でこの事件ですね、昭和最大の誘拐事件って言われてるんですけど、実はですね、そこまで犯人が異常かとか、例えばですね、宮崎勉の事件みたいなのを聞いた時にはですね、衝撃が走りましたよね。被害者の肉食うてたんか、みたいな。で女の子ばっかり、みたいな。そんなんはないんです、異常な犯人。例えば榊原事件みたいに首が切られて学校の門に置かれてるとか、そんなことはないです。もしくは池田小学校みたいにですね、学校に男が乗り込んでみたいな、そんなその異常な犯人ではない。さらにじゃあ緻密な計画、奇想天外な犯罪で警察を欺いたのか、例えば3億円強盗事件とかグリコ森永事件みたいな、そういうその犯人の頭脳と警察の頭脳の勝負か、そんなこともないんです。ですが昭和最大の誘拐事件というふうに言われています。これなんでかというと、詐欺行も種明かしちゃうとですね、1963年というこのタイミングがですね、ちょうどこの事件を大きなものにしてしまったんじゃないかというふうに言われています。というのもテレビがですね、ようやく各ご家庭に行き渡り出したぐらい、 80% ぐらいの普及率がテレビがドドドドドーって売れた。でラジオももちろん各ご家庭にあると。で犯人の声は録音されて公開されている。でしかも未解決の状態が2年3ヶ月続いた。何が言いたいかというと、この頃って例えばですね、皇太子のご成婚なんていうのは国のみんながお祝いした。でこの翌年にあった、東京オリンピックなんか、みんながですね、この例えばその東洋の魔女のバレーボールチームの活躍を応援した。で力道さんの活躍もみんなが応援した、みたいなやつの事件版みたいなことです。みんなが吉野部ちゃんが帰ってこないことを心配した。でみんなが犯人の声を聞いて、あいつが怪しいんじゃないかっていう推理をした。国民共通の一大事件の走りみたいなことが、この事件を昭和最大の誘拐事件まで引き上げてしまったんじゃないかなと僕は思います。で例えばですね、この2年3ヶ月これ事件解決までに要した間にですね、返しておくれ今すぐにという歌が
発売されました。これ市川染五郎も出したりですね、ザ・ピーナッツも歌ったり、フランク永井が歌ったりとか、まあ国民的スターが歌うんですね。でこれがですね、返しておくれ今すぐにみたいな、でザ・ピーナッツは返しておくれ今すぐにみたいな、これみんな同じ歌を歌うんですよ。でこれは何かというと、犯人に対して吉野部ちゃん返してくれという歌が発売して、これがまあめちゃくちゃ売れるみたいな、まあ、そういう状況までこうムーブメントが起こった、まあ、事件やということなんですね。で今回ですね、ちょっといろいろ調べたのと、現場にも行きましたので、ちょっと長くなると思いますので、前半後半でお話をさせていただきます。前半はですね、ざっと言うと、まあ、事件発生からこの小原保の幼少期の話とか、あとはそのなぜ警察がこうちゃんと捜査できなかったのかとか、まあ、こう犯人を取り逃がした理由みたいなところの話ですね。で、まあ、犯人の特徴、小原保の声みたいなこともちょっと説明させていただきます。で後半ですね、後半はこの、まあ、お年の八兵衛って言われたんですかね、この、まあ、名刑事平塚八兵衛がこの捜査に加わってからですね、まあ、どうやってこの平塚八兵衛がこの犯人小原保の、まあ、作ったアリバイを崩していったのか、でさらにはこの死刑判決が出た後の、まあ、小原保についても少しお話していきたいなというふうに思っています。まずはこの事件が、まあ、起こった日からですね、この身代金引き渡しまでの事件の流れですね、このあたりをお話していきます。事件が起こったのは1963年の3月31日です。東京の台東区の今でも入谷というところありますよね。で今でもこの入谷駅、あれ地下鉄の駅ですけど、その近くに入谷南公園という公園があります。普通の町の公園のちょっと倍ぐらいの大きさです。倍とか 1.5 倍ぐらいかな、サッカーのグラウンド1面ぐらいの大きさなんですかね、ちょっと大きめの公園です。今でもあります。ちょっと行ってきました。今日行ったんですけど夕方ぐらい、今でも子供らいっぱい遊んでました。でブランコもありましたね。でちょっとなんか公園によくある山みたいなやつ、あんなもありました。で滑り台となんかこういろんな遊具が合体してるようなやつもありました。で砂場とかもあったんですけど、特徴的やったのがね、木がドンと生えて、その木を囲うようにジャングルジムみたいなのがありました。これ僕他であんま見たことないです。で、まあ、当時あったのかどうかは分からないです。で当時も今もあるのが公園です。あ、公園ちゃうじゃん、トイレです。このトイレがキーになるんですけども、まあ、この入谷南公園で吉野部ちゃん4歳、家すぐ近所、遊んでました。で2歳下の妹もですね、おばさんと一緒に遊んでたんですけど、さっき帰っちゃうんですね。で吉野部ちゃんは大きな水鉄砲で遊んでました。これ実はお母さんがもらってきたアメリカ製の水鉄砲やったんですね。で公園の水飲み場ありますよね、下から上に水がちょろちょろ出るやつ、あれを使ってこの水鉄砲に水を入れようとしてたんです、吉野部ちゃん。うまいこと入らないですよね、下からちょろちょろ出るような水道では。でそれを見た近所の9歳から10歳ぐらい、吉野部ちゃんよりも 4,5 歳上のお兄ちゃんが、そんなんしてたら水入れへんでって教えてくれるんですね。であっちトイレあるからな、あっちのトイレの蛇口で水入れたらええやんというので、吉野部ちゃんと一緒にトイレに行きます。トイレの蛇口で水バーッと入れたら、アメリカ製の大きな水鉄砲に水が溜まります。やった、お兄ちゃんありがとう言うて、カシュカシュと引き金を引くんですけど、水は出ないんです。で実はこれお母さんがお友達から水鉄砲もらったタイミングで、村越さんこれね、アメリカ製の水鉄砲、うちの子が遊んでたやつやねんけど、今ちょっと壊れちゃってんねんけど、修理したら治るから、吉野部ちゃんにどうかな、ありがとう、もろとくはでも修理せなあかんのね、分かった分かった、ありがとう言うてお母さんもらって、隠してたというか、まあ横に置いてたんですね、家のちょっと納屋みたいなところに。でそれを吉野部ちゃん見つけてですね、あ、これすごいいいおもちゃあるやん、やったっていうので、まあ、壊れたのを知らずに公園に持ってきて遊んでたんです。
で、まあ、4歳か5歳ぐらい年上の、まあ、お兄ちゃんは水が出えへんっていうの分かったらですね、水出えへんのかいなと、ほなもうええわ、もう吉野ちゃんバイバイと言ってどっか行こうとした時に小原保の声を聞いたということです。どうしたんだい坊やという声をこの 4,5 歳年上の近所のお兄ちゃんがまあ聞いた。これが吉野ちゃんのまあ最後のまあ目撃談なんですね。でこれが3月31日のまあ夕方の4時半とか5時半とかそれぐらいです。で夜6時ぐらい7時ぐらいになって家帰ってこうへんのでお父さんとお母さん心配して公園探しに行くんですけど見つからないです。で警察にも行きます。で迷子なんですねと、分かりました、もし見つかったらすぐ連絡します、名前住所書いてください。いや警察の刑事さん、刑事さん、警察官さん、すいません、うちの吉野は自分の名前も言えるし自分の住所も言えるんです。なんで迷子は多分ならんと思うんですよねってお父さん言わはるんです。いやいやお父さんその気持ち分かりますけど警察もよう探しますし見つかったらすぐ連絡しますから、いやもしかしてこれ誘拐ちゃうかなと思うんです、おまわりさん。そうですか、まあその線ももちろん気にしときますが、まあまずは迷子ということで、これが3月31日です。でお父さんはですねやっぱどっか引っかかってるんです、これもしかしたら誘拐ちゃうかと。でまあそれもですね、実はお父さんもこれ多くの関係者がですねある映画を見てたんです。これ1963年の3月1日に公開された映画があるんです。超有名な映画です。黒澤明の天国と地獄という映画なんです。知ってます？僕学生時代かなんか見たんですけど面白かったですよね。横浜が舞台なんですけど丘の上に大豪邸があるんですね。でここに住んでるのが三船敏郎、まあ、社長一家みたいな家なんです。でそれを丘の下、まあ、貧民街から見上げてるのが犯人の山崎勤です。暑い暑い夏、この貧民街から丘の上を見上げたら涼しそうな家族が楽しそうに暮らしてる。何クソと思ってこの家の金持ちの家の子供を誘拐しようということを山崎勤は計画します。で誘拐するんです子供を。でもそれは三船敏郎の子供じゃなくて運転手の子供でした。犯人の要求は身代金3000万やったかな。で三船敏郎もですね、まあ、自分の子やったらすぐに3000万払いますけど運転手の後悔ととなってる時に、しかも自分は自分の会社の何かこう争い、権力争いみたいなやつですね、何か買収を企てて、この3000万の金がなかったら自分がもう破産するみたいな、そんな状況なんです。でどないしようかって悩んでる時にこの犯人の山崎勤はですね、まあ身代金を持って電車に乗れという指示をします。で電車の窓から身代金を投げ捨てろと、まあこういうこの身代金の受け渡しで、まあ、こう犯人がですね身代金をゲットする。で、まあ、最終的にはこの山崎勤は捕まっちゃうという、まあ、そんなストーリーなんですけど、この映画が1963年の3月1日に公開されます。実は犯人の小原保もこの映画の予告編を見てこの犯行を考えつきます。でおそらく被害者吉野ちゃんのお父さんも見てたんじゃないかと思います。で実際映画の中にはですね、この犯人から電話かかってきてそれを警察が録音したり逆探知するというそういうシーンもあります。で警察に、まあ、こう吉野ちゃんが帰ってこないという、まあ、捜索願いを出して、すぐにお父さんは録音機を、まあ、お父さん建築系の会社やってたんですけども、まあ、知り合いの取引業者からこの録音機を家にセットしてもらいます。これセットされたのが2日後、4月2日の夕方です。セットされてすぐ村越家には電話が鳴りました。リリリンリリリンリリリンガチャ。これ電話に出たのはですね、お父さんの義理の弟かなんかです。あ、もしもし村越ですが。で、この時に電話をかけたのがもちろん犯人の小原保です。お前んとこの子供は預かってる。坊主を預かったのは俺だ。
まあ、みたいな声が録音されています。え、預かったのはお宅なんですか。あ、そうですか。じゃあその今吉野ちゃんどこにいるんでしょうか。ごずま、え、もしもし、50番、ごずま、50番ですか、50番ですか、まあ、みたいな声が録音されています。で、これは、新橋の競馬場かなんかに50万円持ってこいと、まあ、いう最初の電話でした。で、まあ、この犯人からの脅迫電話がかかってきたということで、まあ、警察もですね、誘拐事件に切り替えて報道協定を敷きます。まあ、この誘拐事件があったということを報道してしまうと犯人を追い詰めてしまって、まあ、被害者がこう身が危険になってしまうと、まあ、子供が殺されやすくなるということで、まあ、報道協定が引かれるようになってたんですね。で、そこからですね、さらに8回ぐらいの電話が4月2日から4月7日にかけて犯人からかかってきました。で、これをすべてお父さんの手配した録音機で録音されてます。で、今でも YouTube なんかで聞けます。まあ、かなりこの声が特徴的なんですね。例えばどんなんかというとですね、ちょっと僕がやってみますね。これ犯人と喋ってるのは、次はお母さんです。吉野ちゃんの。あ、もしもし？場所はね、お宅んとこ、まっすぐ来るとね、品川自動車っていうのがあるからね。品川自動車ですか？品川自動車。はい。そこの横にね、5台ばかり車が止まってくからね。はい。前から3台目ね。小型のね。で、お金は寸分数に包んでね。え？新聞紙に。寸分数に。で、お金用意して待っとってね。あ、そうですか。でもね、私ちょっともうどうしていいかわからなくて。本当にあなたが吉信連れて行ったんですか。まつげね。本当に本当にあなたなんですね。まつげねえよ、まあ、みたいなやり取りがされてるんです。まあ、この犯人の小原保つの声の特徴というのが、まあ、この東北弁ですね。詩が数に変わる。新聞紙が寸分数で、品川自動車が砂川自動車、まあ、みたいな、あ、こう特徴があると。で、あとはですね、まっすぐ行ってね、あっからね、みたいな、こう後半が上がるみたいな、まあ、そういう特徴があるというふうに言われています。で、合計9回の電話がかかってきました。で、実はそれ以外にもですね、まあ、警察は報道協定を敷いてるんですね。吉信ちゃんはあくまで迷子になったっていう報道なんですけれども、まあ、この迷子になったっていう報道を見てもいたずら電話がかかってくるんです。この影響もですね、これ天国と地獄の影響じゃないかというふうに言われてます。実際天国と地獄が公開されてから誘拐事件があまりにも多発したので、映画が、まあ、途中で公開中止になるんじゃないかって言われたほどだったんです。で、この被害者の村越家にもですね、この犯人の小原以外からもですね、身代金要求のいたずら電話がかかってくるんです。で、ご家族も警察も小原からの脅迫電話、いたずらの脅迫電話、これ両方に対応せなあかんんですね。で、小原保つの脅迫電話は最初は50万円を新橋に持ってこい、でその次は、イリアという、まあ、近くの駅に持ってこい、でその次は上野だったかな、上野も一つ先の駅ですに持ってこい、で次が品川自動車っていう、この村越家から西に 300m 行ったほんの近所に持ってこいということでした。で、実際ですね、警察はこのタイミング、これが4月の7日の午前1時か2時ぐらいですね、本当未明ぐらいですね、1時半とかぐらいだったかな、に電話がかかってくるんです。この時警察は村越家に何人か泊まり込みで入ってました。で、犯人はですね、小原はお母さんに車で現金を持ってきて、品川自動車の横に5台止まっている車の前から3番目の車に置け、でその車には吉信ちゃんの靴が置いてる、靴を取って身代金50万円を置いてすぐに帰れ
そしたら1時間後に慶喜ちゃんを返してやると、まあ、言うたんですね。で警察もですね300メーターしか離れてないんで、奥さん乗ってる車の後ろにコソコソコソっとついていったら、まあ、すぐ到着するはずなんですけれども、まあ、実は警察は小原にこの警察がいるということを隠したいので村越家の裏口から遠回りしていこうとしました。でこれがうまいこといかんのです。お母さんが品川自動車について現金を置いて車で帰ってきました。そこから4分間の空白があって、ようやく警察が品川自動車に着いた時にはもう50万円もなくなっていたと。さらに警察は失態を犯してます。50万円の1万円札の紙幣番号を控えてなかったんですね。まあ、これはこの身代金事件のですね、身代金誘拐事件の、まあ、要は基本中の基本なんですけど、まあ、それをうまいことできてなかったということで、小原保を取り逃がしてしまいました。さすがに警察もですね、これはえらいことやってもうたということで、実は最初これ隠蔽してるんですけどね、ミスを。まあ、ですが、4月の13日かな、5日後ぐらいになってですね、警視総監がですね、異例の犯人に対する呼びかけを行います。これまだ身代金引き渡しがミスったということ、まあ、身代金が犯人に渡ってしまったということを隠したまま、警視総監がですね、異例の犯人に対して慶喜ちゃんを返してくれと、まあ、君の両親に訴えかけると、まあ、なんとか返してやってくれみたいなことを言います。でさらに4月25日になってですね、まあ、さっきの、まあ、僕はちょっとモノマネをしたですね、寸分数に包んでねとか、砂川自動車っていうのがあっからねみたいな犯人の脅迫電話を公開します。これがラジオとかテレビでバンバン流れるんですね。でこの声を聞いた小原保の関係者は、実は一発でこれ小原が犯人やっていうのを気づいたそうです。でその小原ですね、どういう男だったのか、当時30歳の小原保、生い立ちをちょっと簡単に説明します。生まれたのが1933年、生まれた場所が福島県の石川というところです。福島県の海寄りじゃなくて山寄りです。もう山の中ですね。まあ、冬はむちゃくちゃ寒い、しかもこう山あいなんで、こう畑とかもほとんど耕せない、まあ、だんだん畑をちょっとずつぐらい、まあ、耕せるようなところ、まあ、簡単に言ったら住んでる人の多くが、まあ、貧乏な、まあ、田舎でした。12人兄弟の11番目、家から小学校まで歩いて1時間ぐらいで、寒い冬もですね、子供らはみんなわらじを履いて裸足で1時間学校まで片道通ってました。で、まあ、もちろん冬もそんな裸足でわらじで通ってたんで、まあ、小学校4年の時にですね、赤切れができたんですけど、それが悪化してですね、まあ、こう足が動かない病気になってしまうんです。でその影響で、まあ、なんとかこう手術とかしてですね、まあ、こう足自体は残るんですけども、まあ、こう右足がほとんど麻痺してしまって、まあ、歩けない状態になってしまいます。でこれがですね、まあ、こうお医者さんにはもうこの子は歩かれへんというふうに言われるんですけども、お父さんがかなり厳しくてですね、もうなんとかリハビリをしろと、お前立ってみろと。で1年半ぐらいかけてなんとか歩けるようになりました。これは多分すごいことなんですけど、何やったらですね、この右足が動かないんですけども、右足の小指より外側を使ってなんとかこう歩くみたいな、この歩き方を、まあ、身につけたそうです。まあ、で小学校4年生からも小学校も通ってないんですよね。で職業訓練みたいなんで、まあ、時計職人の、まあ、時計を直すような技術を学んで東京のデパートに就職します。まあ、最初の頃はまあ真面目に働いてたんですけど、次第に、まあ、こう都会に毒されるというか、まあ、吉原とかいわゆる赤線地帯に通うようになるんですね。でそんなとこ通いだしたら金なんぼあっても足らん、店の時計をまあ、こう盗んで質屋に入れる、まあ、みたいなことをしているうちに店をクビになる。で、まあ、腕は確かやったんで時計の修理みたいな仕事をしてたんですけども、修理で預かった時計なんかをまた質屋に入れてしまう。
みたいなことを繰り返していってですね、まあ、借金というか、まあ、取り込み詐欺みたいなんで、まあ、負債をですね18万とか19万ぐらい抱えてしまいます。今のお金で言ったら100万とか150万ぐらいですかね。でこれでなかなか厳しい取り立てみたいなことをされるんですね。で小原は30歳の時に、まあ、40歳ぐらいの彼女というか愛人がいまして、その愛人がその小料理屋をやってるんですけど、その2階でまあ暮らすみたいなことをしてました。でこう借金に追われてですね、1963年の3月もうとうとう首回らん、もう返さんとお前どうなっても知らんぞみたいな状況まで追い込まれて、まあ、自分の地元福島県に帰ります。で石川に帰ってですね、で家族に、まあ、なんとかお金ちょっと工面してくれへんかって頼もうと思うんですけども、家族も貧しい。で結局家族に対して金貸してくれと言えずにですね、まあ、泣く泣く3月31日にまた東京に帰ってきます。でその時に上野の映画館で見た天国の地獄の予告を思い出して、よし子供を誘拐するぞ、お金持ちの子供を誘拐するぞというので入谷南公園で吉野部ちゃんに目をつけます。坊やどうしたんだいって言って吉野部ちゃんに声をかけてですね、水鉄砲直してあげるよおじちゃんの家でということで、まあ、吉野部ちゃんを連れて、まあ、そこから北の方のですね、まあ、別の公園まで向かいます。この公園が何ていう公園だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、僕実際行ってみました。結構遠いんですね。自転車で行ってもですね5、6分かかります。この足の悪い小原と4歳の男の子がそこまで歩くのは結構3、40分かかるんじゃないかなと思います。でさらにですね、北西のですね、今はもうないんですけど東京スタジアムというところまで連れて行くんですね。でここもまた遠いんですよ。だから多分 2,3 時間うろうろ夕方ぐらいから歩いたっていうふうに言われています。で最終的にはですね、この円通寺やったかな、お寺があるんですけども、そこに連れて行ってですね、でここがおじちゃんの家なんだよと、でも家の人まだちょっと帰ってきてない、もうすぐしたら帰ってくるからここで待ってようねというので、この円通寺のお寺の墓地に吉野部ちゃんを連れ込みます。で吉野部ちゃんそこでですね、もう疲れちゃってでうとうとしだすんですね。眠たいのかい、そしたらおじちゃんの膝の上で寝なさいというので吉野部ちゃん寝ちゃいます。でその寝たい吉野部ちゃんを、まあ、地面に横たえて小原は自分のベルトを抜きます。でそのベルトを吉野部ちゃんの首にかけてグイッと締める。さらに両手で首を締めます。吉野部ちゃんはうーっと言って鼻血をタッと垂らして亡くなってしまいました。で小原はですね、その円通寺の墓地の、まあ、この石窟というかこの石のなんかこう箱みたいなのがあるんですけど、それをガバッと開けてですね、で吉野部ちゃんをその中に入れてもう一回蓋をしました。で自分はまあ自分の家に戻って、そこから2日後4月の2日に村越家にお前のところの息子を預かったと言って、まあ、電話をしたということなんです。でそこからは先ほどもご説明した通り、まあ、こう小原は身代金50万円を手に入れて逃げてしまいます。で、まあ、警察はですね、声の録音をまあマスコミに出して、でそれがテレビラジオで報道されてですね、まあ、小原の弟とか小原と取引をしていた時計業者とかが、まあ、こぞって警察にあれはうちの兄貴やとか、あれは、うちの取引先の小原やというのでたくさんの情報が集まるんです。で、なんだったらこの弟さんはね、もう本人問い詰めてですね、殴ったりもしてもうボコボコにしたというふうに、お前やろっていうので、まあ、こうお父さんもほんまに怒ってですね、まあ、お兄ちゃんボコボコにしたんですけど、で警察は結局5月になって5月21日だったかな、この小原を逮捕します。これは別件逮捕で、時計のなんかこう詐欺かなんかで逮捕するんですね。でそこからまあ取り調べを行うんですけれども、警察はその小原を落とせないんですね。でそれなんで落とさないかというと、まあ、一つはこの死体がない。で小原はその
お金をゲットしてですね、50万円お金をゲットして18万19万の借金をその日のうちにブワーって返すんですね。でもその金は愛人が用意してくれたというふうに、まあ、こう口裏を合わせるんです、愛人と、まあ、彼女とですね。で、まあ、これもだからその金の出所がわからない。で、まあ、さらにはまあ福島に自分は行ってたと。で、4月の3日までおったと。で、そのアリバイを主張するんです。でも警察はこのアリバイを崩せない。ほんまは31日に帰ってくるんですけど、それが4月の3日まで帰ってきてないと小原は言い切ります。で、最初30日ぐらい勾留して、まあ、落とせない。で、もう一回逮捕して勾留して取り調べするんですけど、落とせない。で、そんなこんなで、1年ぐらい経ちましてですね。で、そのタイミングで、ザ・ピーナッツとか、市川染五郎とかフランク永井が返しておくれ今すぐにっていう歌をまた出すんですね。でそれぐらい世の中ムーブメントになってるんです。でさらにもう1年経ってですね、1965年の3月ぐらいになってもうあかんと、もう今までのもうあの捜査班はもうはい交代というので現れてきたのが、次は平塚八兵衛という、まあ、この名刑事と言われている人です。で、まあ、帝銀事件とかですね、3億円事件とかをまあ捜査していた、まあ、平塚八兵衛がまあこの事件に登場するんですけど、まあ、ここからは後半でお話しさせていただきます。ありがとうございます。